なんかさ、メンバーにさ、あんなさ、ショールームで匂わせたらって言われたことがあってさ、匂わせていいのかな、本当に。なんか後からすごい、その、え、そんなことかよって思われるレベルだったらごめん。いや、なんかでもこれは、メンバーで、 勝手に考えたことだから、あの、スタッフさんに言われたとかは全くなくて、自分たちで決めたというか、うん。山口特別何かあるっていうわけじゃないんだけど、まぁ、あ、ワンチャン山口しか、みたいなことになる可能性もなくはない。でも100%そうでもないんだよね。まあ、決まってないんだけど、ちょっとわかんないけど。だからまあそんなに期待をしちゃダメなんだけど、もし山口に行くか迷ってる方の中で、そうね、言っていいかなこれ。でもメンバーがさ、匂わせて来いって言ったんだよね。あ、でも、 これこまで言ったらあれなんだけど席によるけどねここまで言ったらわ <laughs>、ね、<laughs> かるよねそうってことです降りては来ません通路来ませんそういうステージ系じゃない何も投げませんランナーの親は出演しません何も飛んできませんどっからも飛び出してきません投げたマフラーあげません放水しませんバク転もしません昼夜どっちとかありますか 関係ないです。あの、ステージ上で何が起こるとかではないの。みんなが思ってるほどのアレじゃないかもしれない。誰も出てきませんよ。メンバーは何も変わんない。私たちがステージ上でアレするわけではない。第3じゃない。フグを食べるんですね。それは食べるかも。本当にそんなになんかもしれない。けど山口だけかもしれないっていうレベル。うん、なんて言えばいいんだろう。どうしたらいいメンバーの皆さん、あのね、メンバーがやることはどの公演とも変わらない。別に。何かが増えるとかそういうわけじゃない。 うん、サプライズ系でもない。まあ、もう言っちゃうと、言っちゃうんかい。あの、この方、これが好きな方は、山口来てくれていいよっていう話かな。もうこれ以上は言いません。まあ、みんな来てほしいって思ってるだけ。それが言いたかっただけ。だから私たちが特に何かするっていうわけじゃない。まあ、よかったら山口、お越しくださいっていう話です。匂わせ下手だわ、私。終了を。 この方にしか関係ないかもしれん。<laughs>